セルシアさん、誰もいないですよ。お前たちか。エルフを脱がす旅を続けているという噂の異世界三人組とブチーヌ一匹というのは、スケルトンの手先でもあったとはな。後ほど裁判召集の鐘を鳴らす。相応の処罰を覚悟しておけ。セルシア、変なもんでも食ったんじゃないのか。誰もいないぜ。セルシアさん、なん、聞いた？ひょっとしてスケルトンが来たんじゃない？おいおい、こんなとこに入ってる場合じゃないぜ。アイリーさん、誰もいないですよ。見てこれ。なんだよブチーヌ、腹でも減ってんのか。うるさいわね。古釘が落ちてただけよ、バカ。ねえ、これ、その古釘で開けられないかしら。おお、さすがはアイリーさん。ほら、ブチーノ、とっとと古釘拾いやがれ。なんですって？あんたね。ほら、拾え、ポチ。覚えておきなさいよ。じゃあ、開けるわよ。難しいわね。早くしろよ。し、黙って。あー、もうイライラする。戦車や鉄砲ばっかいじってるから取れんだよ、おめえは。うるさいわね。あんたの方が不器用でしょ。リツコ、おめえ誰と話してんだ？アイリーさん、誰もいないですよ。リツコ、何も取れないぜ。アイリーさん、骨だけのくせに骨のねえ奴らばかりだぜ。セルシアさん、誰もいないわよ。リツコ、何も取れないぜ。
ディアル様。うろたえるな。我々が戦わねば誰がこの町を守るというのだ。よくも今まで邪魔してくれたな、ディアルよ。借りはたっぷり返してやるぜ。うわぁ！お！なんだてめえらは。なんだ、俺たちの仲間か。けど見かけねえ奴らだな、肉付きもいいし。アホ！お前らみたいな血も涙も肉もない連中と、一緒にするんじゃねえ！一つ提案がある。あの怪物どもは俺たちが倒してやる。その代わり、その代わり、あんたには服を脱いでもらいたい。何をたわけたことを。こんな非常時にお前たちは正気か。待て。よかろう。ディアル様。だが、私とて諦めたわけではない。私が町を守り抜いた場合は、お前。お前に脱いでもらうが、それでもいいか。アイリさん、待て。これはフェアではない。やっぱり俺が言い出したわけだから、もしもの時はこの俺が。それじゃ話が盛り上がらんだろうが。わかりました。あなたを脱がすか、私が脱がされるかですね。バカめ、我々が今まで手こずっていたスケルトン相手にたった3人と1匹で何ができ。ディアル様、これでは私の立場が。クソ、このままムザムザ脱がされてたまるか。なんだ。
ダグー、特撮番組のロケじゃねえんだぞ。リツコ、戦車王の出番じゃねえのか。例のポーションを神聖水をください。俺が飲みます。ポーション、さあアイリさん。ダメダメ、預かってるだけで持ち主はメロン国王なんだから。メロンの聖水だと。200メガトン級の神聖魔力を封じ込めているという、あの伝説のポーションを持っているというのか。スケルトンを相手に使うのはもったいないくらいだ。アイリーさん、早く！もう一つのポーションと合わせて飲んで、俺は聖なる巨人になります。そしてさあアイリーさん、早く！ダメって言ってるでしょ。少しは人の話を聞きなさいよ。そうよ、ポーションは最後の手段よ。とにかく戦車砲を試し。なんだか急に眠気が襲って、スケルトンにこそ通用しないものの、私の魔術は健在なのさ。あとで、絶対に逃してやこう。眠りの魔法を使ったわね。あなたこんな時に自分のしていることが分かってるの？ほう、見上げた精神力だな。だがこの勝負、私の逆転だ。安心しろ、この町の平和は私が守る。その神聖水を使ってな。赤と青、どっちだ？聞いたところで無駄か。答えても信用しないでしょう。勘が頼りか。答えは赤だ。答えは赤。
騙したな。何も起きないではないか。これが神聖水なのか。今あなたが飲んだのはただの超巨大化ポーションよ。なんだと？だから言ったじゃない、赤だって。じゃあ赤のポーションは一体。変ね、赤は神聖水のはずなんだけど。結局、あのエルフにも呪文はプリントされてなかったわね。でも、さすがアイリさんですね。まんまとあのエルフを騙しちゃって。ありがとう。まあ、少なくとも巨大化ポーションを彼女に飲ませれば、簡単に脱がせられると思ったからね。え、じゃあポーションの存在をわざとディアルに教えたの？ええ、さすがオスカー女優。というよりかなりのワルだわ。どういたしまして。ところで、なんで彼女が赤いポーションを飲んだのにどうにもならなかったの？あれは飲んでもダメなの。強力な魔法力を物理的に封じ込めたものだから。何か強いショックを与えると一気に魔法が解放されちゃうけど。ああ、ニトロみたいなもんか。ショックね。アイリー！どこだ？さて、次のエルフはどこだ？ああ、今日だけで50人は脱がしたってのに収穫ゼロかよ。効率悪いわね。これではセルシアさんが手を貸してくれる前に逆戻りだわ。そもそも順平がいけないのよ。何？いくらセルシアさんの水晶板の調子が悪いったってかかと落とすことないでしょう。何言ってんだよ。俺んちのテレビはああすりゃ直ったんだぜ。テレビも水晶版も似たようなもんだろう。セルシアさんどう？はあ、ダメだわ。完全に壊れちゃったみたい。アイリさん、お願いします。ヒー、オスカー女優、憂いの顔。
もうしません、絶対しません、二度としません、どうかお許しよこれからどうしようか。結構人多いっすね。そうね、これだけ人が多ければエルフもいるかもね。それじゃあ張り切っていきましょう。エルフ？さあ、知らないね。エルフ？さあ、知らないね。変なもんでも食ったんじゃないのか？誰もいないぜ。リツコ、おめえ誰と話してんだ？これからどうしようか。これだけ探して見つからないんじゃ、いないんじゃない？そのようね。それじゃあ、買い物して宿に帰りましょう。じゃあ、私たちは買い物して帰るから。ミケ、宿の場所は覚えてるわね。いい子。ペンペンペン。なんなのこの犬。さあ。セルシア、エルフの時は全然モテなかったけど、ペットになった途端大モテだな。誰がペットよ、誰が。
セルシア様、お元気そうで何よりです。あなたも元気そうね、アネット。どう、大神官とはうまくやってる？はい、なんとか。アネット、どうやらただ私に会いに来たわけじゃなさそうね。どうしてですか？なぜセルシア様はあそこまでエルフの長の誇りを捨ててまでして異世界の者たちに力を貸すのでしょう？それは草原呪文を紛失した責任を感じておられるのはわかります。ですが、あの者たちによって私たちエルフがどんな恥ずかしめを受けているか、セルシア様もご存じないわけではないはずです。それはもはやあの者たちは我らエルフの敵。しかし残念ながら我々が戦って勝てる相手ではありません。ですがセルシア様は別です。邪悪なる魔法使いルファードさえも倒した最強呪文をお持ちのセルシア様は。アネット、何のこと？よくわからないわ。私知ってるんです。古代文字を解読されてセルシア様が最強呪文を手に入れられたことを、そしてその呪文でルーファードを。やめなさい、アネット。どういう呪文かは知りません。でも推定1億トンもの魔力を消費する世界最大の呪文だそうじゃありませんか。それを使えばいくらあの3人だって。ああ、お茶がうまい。今さらボケたふりをしてもごまかされません。アネット、あの呪文のことは忘れなさい。あれはこの世界を滅ぼしうる最強最悪の呪文。最強最悪の呪文？そう、だから私はあの呪文を封じたの。この世界を守るため、二度と誰も使えないように。諦めなさい、アネット。諦める？じゃあセルシア様はこのままエルフのみんなが彼らの餌食になっても構わないとおっしゃるのですか？みんなを見捨てるおつもりですか？アネット、セルシア様にとってはエルフよりもあの3人の方が大切なんですか？アネット。はい。長旅で疲れたでしょう。今日はもう遅いわ。今晩はここに泊まって、神殿には明日。セルシア様のバカ！アネット、みんな、おーい、宿へ帰るぞ。